ここが奥間ビーチリゾートです。はい、その一角、つい最近までショップだったところ、ここを改装しましてですね、今ちむどんどん店を行っています。ちょっと入ってみましょう。ニーニー、お母さん、信子、陽子、歌子、細いね。あらー、かわいい。お尻にこんなにかわいいアップリケがあったんですね。かわいいね。一人一人のイメージ設定がね、出てました。あと台本の展示なんかもありましたよ。ちむどんどんの撮影風景のパネル展示もあります。そしてこのサンセットバーガーのセットがここに来てます。川田博樹さん、ガレッジセールの川ちゃんがマスターをしているサンセットバーガー。あ、チラそうだ、気になってた。あ、王冠はこんな感じなんですね。かわいい。この食器とかね、一つ一つがもうどれもデザインが凝っててね、このチラッとしか映らないものへのこだわりっていうの、こういうのはすごいね、美術さんって。はあ、尊敬する。もうとっても可愛いわけ。ジョッキはステッカーかな、ステッカーっぽいですね。かわいいな、コースターの。こっちがドルの料金なんですけど、60セント。日本円だと200円。ねえ、あのニーニーにぐちゃぐちゃにされた照屋亮太郎ショーです。飛び込み参加 OK だったんですね。日給3ドルだったんですね。サトルのポテト。で、このちむどんどん店をやっているところからこう来たところ、このオアシスでちむどんどんのバーガーを食べられるということなんですよね。入ってみます。オアシスはリゾート気分を味わえる素敵なカフェです。来ました来ました来ましたよ。これが奥間オリジナルのサンセットバーガーセットです。セットのドリンクは選べるんですが、私はパイナップルジュースにしました。国頭村の名物のイノブタを使ったハンバーガーです。このポテトもね、サトルが頑張ったことを思い出すよね。ちょっと形違うけど。あーでも最高。見て、この大きさ。かなり大きいからね、2、3人でシェアした方がいいかも。一口で前奏行くのはね、もう無理。味わっとるね、味わっとるね。本当に美味しいわけ、これ。ジューシーでね。で、意外とあっさりしてるからね、子供でも食べられると思う。イノブタのお肉柔らかくて、しつこくなくて、とっても美味しいです。味わい深い。中にピクルス、玉ねぎ、レタスなんだけど、たくさん玉ねぎ入ってるんだけどね、全然臭くないの。美味しかった。で、目の前がこの景色ですよ。ね、テイクアウトもできますから、宿泊以外の方もぜひ立ち寄ってみてください。あ、そうそう、この帽子帽子帽子見て、このエプロンさ、写真撮影用に貸してくれるわけで、これはね、持って帰っていいって。このサンセットバーガー発車どうしようかね。もうこれちむどんどんに出たって言ってもいいんじゃない、これどうかね。ね、夢が叶った気分です。はい、サンセットバーガーでこれで明日からでも働けますからね。なんか9月までやってるそうなので、ぜひ皆さん、奥間ビーチホテルにいらしたらちむどんどん店楽しんでください。